野球選手にとってデッドボールで受ける負傷の影響は、選手としてプレーができなくなるどころか命そのものを危険にさらします。しかし、どんなに気をつけていてもコントロールの狂いや時には故意によってデッドボールが生じることがあります。そこで今回は、国内外の試合中に起きたデッドボールで負傷、死亡してしまった選手をご紹介します。危険球から打者を守るため、選手たちのヘルメット着用の義務化、そのきっかけとなったのがデッドボールによるレイ・チャップマン選手の死亡です。チャップマンは走攻守ともに優れ、ファンや選手たちからも愛されたクリーブランド・インディアンスの選手でした。1920年8月16日、アメリカのポログラウンズスタジアムで行われた対ニューヨークヤンキース戦の5回表、チャップマンはいつもと変わらず自分の打撃スタイルで打席に立ちました。しかし、相手チームの投手カール・メイズのインコース高めの速球がチャップマンの頭部左側のこめかみ部分を直撃。デッドボールが当たった瞬間、右翼手だったベーブ・ルースにまでドスンとはっきり聞こえたほど大きな音がして、地面に倒れて動かなくなったチャップマン。その後すぐにニューヨーク市内の病院に搬送されたチャップマンは、約9センチの頭蓋骨陥没骨折を起こしており、デッドボールを受けてから12時間後の翌17日、チャップマンは29歳の若さでありながら搬送先の病院で亡くなってしまいました。この一件で、以前から意図的に頭部を狙って投げる投手という意味のヘッドハンターだと疑われていたメイズに対する風当たりは強くなり、球界からの追放にまで発展しました。チャップマンが所属していたインディアンスの監督や選手たちは、この悲しい出来事を胸に、この年のシーズンで球団初優勝し、ワールドシリーズでも優勝を成し遂げています。早稲田大学在学中からリーダーシップを発揮していた久慈次郎。179センチの恵まれた体格と強肩の持ち主であり、大学卒業後は北海道函館市の函館水電株式会社に入社。同社に勤めながら函館太陽クラブに入部、一級入魂を座右の銘としプレーしていました。1927年に同社を退社し、運動具店を開業。1934年、日米国際野球試合のために結成した全日本チームに招集された久慈は、エースであった沢村栄治とバッテリーを組み、好リードでメジャーリーグ選抜チームを苦戦させました。市議としても活躍していた久慈ですが、1939年8月19日、札幌クラブとの対戦試合に出場。1点リードされて迎えた7回、フォアボールの際にバッターボックスで足を止め、次の打者に指示を与えようと振り向いた瞬間でした。相手チームのキャッチャーが二塁へ向けて投げた牽制球が久慈の右こめかみを直撃したのです。ホームベース上に倒れ込んだまま動かなかった久慈はそのまま病院に運ばれましたが、その2日後、頭蓋骨破損による脳出血で死亡したことが全国に報じられました。当時、久慈の棺を乗せた列車は札幌から函館に向かっていたのですが、停車駅ごとに熱烈な野球ファンが詰めかけて久慈の死を惜しんだそうです。そして、久慈のプレーを称えて都市対抗野球大会では久慈賞が設けられ、1959年には沢村栄治らと並び、野球殿堂の第1回殿堂入り選手となりました。1970年8月26日、前年には新人王にも輝き、プロ入りして2年目となった阪神タイガース田淵幸一にとって、この日の試合は関係者やタイガースファンを震撼させる事件となりました。甲子園球場で行われた対広島東洋カープ戦、広島に1点のリードを許して迎えた3回、ワンアウト満塁、阪神4番遠井が広島の先発外小場の初球、真ん中高めのストレートを右中間スタンドへ打ち放ち、タイガースファンたちの大歓声が沸きました。その後、バレンタインに続いて打席に入った田淵。この時、21本塁打を記録していた田淵の第22号を誰もが期待していました。しかし、外小場の内角高めの球は田淵の顔面に向かっていき、耳当てなしヘルメットを装着していた田淵の左頭部、メット部分がない場所に当たってしまったのです。
倒れ込んだ田淵の体は痙攣し、耳からは大量に出血。阪神の選手たちもベンチから駆けつけました。なんとか出血を止めようとタオルなどで抑えるも、血で真っ赤に染まってしまい、その場にいた江夏も耳、鼻、口のみならず目からも血を流す田淵を見て、もうダメだと思ったと話しています。球場も騒然とする中、そのまま病院に運ばれた田淵、ひとまず命に別状はないと診断されましたが、最終検査結果は左側頭葉脳挫傷および頭蓋内出血で全治3ヶ月の重傷。プロ野球界ではこの田淵へのデッドボール事件後に耳当てのついたヘルメットの導入が始まりました。2020年7月26日、オリックスバファローズ対東北楽天ゴールデンイーグルス戦。楽天の先発は藤平で1回。オリックスの西村がツーベースを放ち、ノーアウト2塁。続く2番大城の打席で、送りバントの構えを見せていた大城の左側頭部に藤平の140キロの速球が直撃してしまったのです。デッドボールを受けた大城は、その場にうずくまり担架で運ばれる事態に。大城にデッドボールを与えた藤平は、シーズン初の先発でしたが、試合開始からわずか7球で危険球退場となりました。この試合までで先発投手が打者2人で危険球退場となるのは史上10人目のことでした。オリックス側によれば、 CT スキャンの結果は頭部打撲と診断され、大城の意識ははっきりしており、会話もできる状態で脳震盪の症状も現れずに済んだそうです。選手がデッドボールを頭部に受けた場合、最悪の事態も想定しておかなければいけませんが、大城が大事に至らなかったのは、ヘルメットの耳当て部分が救ってくれたのが大きいと言われています。1996年から打者に着用が義務化された耳当て付きヘルメットですが、今回の特集でも紹介している田淵幸一の一件で、耳当て付きヘルメットの重要さが周知されたことで義務化にまでつながりました。その後の大城はというと、28日の試合前練習には参加し、試合出場は見合わせましたが、2試合ぶりとなる29日にはスタメンでの復帰姿を見せてくれました。北海道日本ハムファイターズ、読売巨人軍、オリックスバファローズの3球団に所属した経験のある高橋慎治。日本ハム時代の2009年にはつなぎの4番打者としてリーグ優勝の立役者の一人として活躍。一発長打や右に流せる器用さの持ち主でもあります。しかし2010年7月1日の対埼玉西武ライオンズ戦で、西武の藤田から頭部にデッドボールを受けてしまいます。病院での検査の結果、高橋は内耳浸透で入院することに。同月27日に一度は復帰しましたが、高橋は内耳浸透による聴覚障害やめまいに悩まされており、8月2日に再び登録抹消となりました。高橋の症状から平衡感覚などを司る三半規管への影響も含めて後遺症が心配されていました。結局高橋はその後のシーズンは1軍へ戻ることはできませんでした。この前年まで3年連続で100試合以上に出場し、日本ハムの主力となった高橋でしたが、コンディションが万全でない状態が続き、日本ハムから巨人へ金銭トレードされます。高橋は巨人へ移籍後も結果を出せずに退団。その後はオリックスが高橋を獲得しましたが、2014年には戦力外となり、2015年からは独立リーグへと進み、同年のシーズンオフに現役を引退しています。1965年第1回ドラフト会議で、当時の広島カープから4位指名を受けた水谷実男。腎臓病での療養を経て、1971年にはレギュラー入りし、打率もリーグ3位に。180センチの長身でがっちりした体格の水谷は、高打率を残しながら本塁打も多く放ち、広島で初優勝を含む3度の優勝に貢献し、広島の黄金時代を築き上げました。1983年からは阪急ブレーブスでプレーすることになった水谷。阪急での開幕戦は5番打者として出場しましたが、9試合目から4番打者として阪急の打線を引っ張り、本塁打も量産し、自身初の打点王にも輝きました。しかしそんな水谷の選手生命を変えてしまったのが、
デッドボールによる後遺症でした。1984年3月31日対ロッテオリオンズ戦に出場した水谷、第2打席でロッテの土屋の剛速球を頭部に受けてそのまま病院に搬送。水谷は左側頭部骨折、三半規管損傷という重傷を負ってしまいます。同年の夏に復帰した水谷ですが、頭痛、めまい、吐き気などの後遺症によって思うような結果を出せずに63試合に出場したものの、打率1割8分1厘、3本塁打に終わっています。翌年の1985年にも水谷の打撃力は戻らず、わずか13試合にとどまり、この年限りで現役引退を余儀なくされました。デッドボールというのは当たりどころによってはシーズンを棒に振るどころか生死に関わるものなので、亡くなることを願うばかりです。これからも当チャンネルは野球に関する動画を続々投稿していきます。ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた。